は、アメリカペンシルベニア州フィラデルフィア出身の男子テニス選手。フルネームは、ウィリアム・ジャクソン・クローズメという、ビル・クローシャーとも呼ばれる、ハーバード大学卒業、1906年の全米選手権男子シングルス優勝者である。同選手権では1904年と1909年に男子シングルス準優勝、1912年に、 混合ダブルス準優勝があり、20世紀初頭のアメリカ男子テニス界を代表する選手の一人として活動した。右利きの選手で素早いネットダッシュを最も得意にした。クローシャーは1896年から全米選手権に出場し始め、7年後の1903年に初めて男子シングルスのチャレンジラウンドに進出した。初期の全米選手権は、 チャレンジラウンドからオールカマーズファイナルへの流れで優勝者を決定した。初めてのチャレンジラウンド決勝で、クローシャーはイギリスの競合選手、ローレンス・ドハティに3から6、2から6、3から6で敗れ、大会前年度優勝者、ウィリアム・ラウンドへの挑戦権を逃した。エル・ドハティが、翌1904年の大会に遠征しなかったことから、1904年、 全米選手権の男子シングルスでは、オールカマーズファイナルがなくなり、チャレンジラウンド決勝結果で優勝者を決めた。この競技方式の場合、自動的に決勝に進出できる前年度優勝者が、出場しなかった場合は、チャレンジラウンド決勝の結果を優勝記録表に記載する。クローシャーは2年連続2度目のチャレンジラウンド決勝で、ホルコムオードに8から10。 4から6、7から9で敗れ、ここで準優勝者になった。1905年、クローシャーは初めて、ウィンブルドン選手権に遠征した。男子シングルスでは、4回戦で、アンソニー・ワイルディングに7から5、6から1、6から8、5から7、8から10の、逆転負けを喫した。第1、第2セットを選手した、クローシャーが、第3セット。 第8ゲームで2本のマッチポイントを握ったがここからワイルディングに逆転された。この大会には4人のアメリカ人選手が出場し、クローシャーはウィリアム・ランドとダブルスを組み、もう1組はホルコム・ウォードとビールズ・ライトのペアであった。2組とも男子ダブルス準決勝で敗れ、クローシャーとランドは、 オーストラリアペアのノーマン・ブルックスアルフレッド・ダンロップ組に4から6、0から6、6から2、1から6で敗退した。彼のウィンブルドン出場は、この一度だけである。この年は、男子テニス国別対抗戦、デビスカップのアメリカ代表選手にも初起用され、デハイ初出場だった。フランスチームの代表選手、マックス・レキュジスとモーリス・ジェルモーの2名に勝利を得た。 1906年全米選手権で、ウィリアム・クローシャーはついに男子シングルスの栄冠を獲得した。2年ぶり3度目のチャレンジラウンド決勝を制し、初めてオールカマーズファイナルの出場権を得る。その過程では、準々決勝のフレッド・アレクサンダー戦が厳しい試合展開になり、最終第5セット。 第8ゲームで、アレクサンダーに3本のマッチポイントを握られて、そこからの逆転勝利を収めた。これで自信を得た、クローシャーは、準決勝で、ジェッド・ジョーンズ、決勝で、カール・ベアにストレート勝ちを収めると、初進出のオールカマーズ・ファイナルでも、大会前年度優勝者、ビールズ・ライトを6から3、6から0、6から4で圧倒した。本人も、この優勝について、 あれ以上のプレーはできなかったと話していたという。しかし、1907年全米選手権には大会前年度優勝者として出場しなかった。優勝から3年後の1909年、クローシャーはチャレンジラウンド決勝でモーリス・マクローリンに勝ち、3年ぶり2度目のオールカマーズ、ファイナルに勝ち進んだ。ここでは、前年度優勝者のウィリアム・ラウンドに1から6。 二から六、七から五、六から一、一から六で敗れ、二度目の優勝はならなかった。この年、彼は四年ぶり二度目のデビスカップに出場し、決勝のイギリス戦で、シングルス二試合に勝利を収めた。1912年、クローシャーは混合ダブルスで、エレオノラシアーズと組んで決勝に勝ち進んだが、リチャード・ウィリアムズとメアリー・ブラウンの組に四から六。 6から2、9から11で敗れた。結局、彼は1906年男子シングルス以外の全米選手権タイトルを獲得できなかった。1912年は全米選手権男子シングルスの競技方式が改定された年でもある。これまで実施されてきたチャレンジラウンドと、 オールカマーズファイナルが廃止されて、すべての選手が1回戦からトーナメントを戦う、現行の方式に改められた。クローシャーは1896年から1916年までの間に、通算18度全米選手権に出場し、1901年から1914年までの間に、全米テニスランキングで11度トップ10位以内をマークした。 彼は1916年の4回戦敗退を最後に35歳で現役を退いた。最後の出場となった1916年、全米選手権は日本テニス界が最初の4大大会出場者を送り出した歴史的な大会である。熊谷和也と三上橋郎の二人が全米選手権に出場した最初の日本人挑戦者になり、 クローシャーが1回戦で三上を6から2、6から2、6から1のストレートで圧倒した。ウィリアム・クローシャーは自分の息子にも同じ名前をつけて、ウィリアム・クローシャー2世と命名し、この親子は1935年と1936年に全米フシダブルス選手権で2連覇した。1954年に国際テニス伝道が設立され、 クローシャーは1956年に第2回の殿堂入りを果たす。19世紀から20世紀への転換期をまたぎ、20年余りの長いテニス経歴を築いたウィリアム・ジャクソン・クローシャーは、81歳の誕生日を迎える3週間前の1962年9月4日に、故郷のフィラデルフィアで亡くなった。ありがとうございます。